ワシントンの街はどうですか？花は美京のファッション、ファッションは花だから花持ってる。9月に行われる知事選挙に私の政治の全てをかけて沖縄の全てを変える、その思いはただ感情論だけではなくてちゃんと政策があって、それが沖縄県民を幸せになるんだということを示さなければいけない。政治は情緒論ではダメ、ちゃんとした政策提案がなければいけない。それを示すためにはこのクソガキの挑戦状を書きました。このクソガキの挑戦状の意味は本気で戦う、私の全てですね、全てあの本に書いてあることは。そして私が県知事になったら何をしたい、それが全て分かってもらえるような本に仕上げましたね。考え方、政策、そして哲学、そして沖縄の未来、日本の未来、全て書くのは大変でしたけど、全て書いたんですよ。いや、あのタイトルは下地幹雄そのもの、戦う下地幹雄そのものですね。クソガキって権力者に戦うことなんですね。ここワシントンなんですけど、このワシントンの権力者に沖縄の基地問題で私たちは戦わなければいけない。戦うって喧嘩することじゃない、協議をして自分の沖縄の意思をしっかりと理解させて変えていくことなんですね。それはまさにクソガキの挑戦状じゃなきゃできませんね。政策を提案するだけでは無理、それが大きなポイントなんです。今日こうやってワシントンでこの花を持ちながら戦いのスタートを切っているようなもんですね。どうしても復帰50周年、沖縄は戦後27年間この町の支配下に置かれてきた、そして今も置かれている。さあこれを誰が解決していくか、そのことをクソガキの挑戦状は表しているんですね。努力と忍耐、多くの県民が努力しましたね。我慢もした、しかし解決してない課題が多すぎる。もう努力だけでもダメ、忍耐だけでもダメ、変える、全てをかけて沖縄の全てを変える、そういう政治家が出てこない限り変わらない。それを下地幹雄はやりたいんですね。変わらないもの、それはもう歴史文化でしょう。それは永久に変える必要もないし変えない、しかし進化させるのは難しい。だから世の中には変わらないものはゼロなんですよ。全て時間とともに変わっていくし変えていくし、そして変わらないものにするためにも変えていかなきゃいけない、そういうようなものなんですよね。